ポピュラーサイエンスし通俗科学とは、科学知識を難解な専門用語を用いずに、平易な表現や図解で、一般大衆にも分かりやすく説明したもの。ポピュラーサイエンス、大衆科学、科学普及とも言う。新聞などの科学ジャーナリズムは、最新の科学の発展に焦点を合わせるが、大衆科学は、幅の広いテーマについて扱い、ジャーナリストだけでなく、科学者自身によっても書かれる。 本だけでなく雑誌や新聞の記事としてまたラジオ番組やテレビ番組で近年ではさらにウェブサイトなども通して伝えられる。大衆科学は専門家の科学的研究と一般大衆の話題の間に橋を架ける。そして時には社会的、政治的話題にも影響力を及ぼそうと試みられることがある。多くの科学的論争、例えば生物学的決定論や 知能の生物学的要素などは大衆向け科学書のような出版物で論じられた。科学論文の目的は観察の確実性、採用した方法の正しさ、結論などを同僚の科学者に知らせ、納得させることである。それに対して大衆科学はしばしば科学の部外者や他の分野の科学者に誇張とレトリックでデータや結論の重要性を印象付けようとする。 科学論文の主張は通常条件付きで暫定的であり論文に含まれる観察や実験の結果はすでに確立されたと科学者によって認められている基地の知識と一貫性があるか類似していることが強調される対照的に大衆科学はユニークさと一般性を強調する元の科学的な報告と派生した科学ジャーナリズム大衆科学の間には いくらか、時には劇的な歪曲と単純化がある。また大衆科学書は少しの知識しか持たない、非専門家によって書かれることもあるが、一般読者にはそれを識別することは難しく、正当的な科学と疑似科学の間の境界は、大衆科学においては曖昧になりがちである。ありがとうございます。